まあ地理系に受かるために必要な数学の参考書を一挙紹介していきます。プロレスアカデミアの石丸です。お茶の水校社長の柴山です。はい。まあマーチね、1年で合格したいみたいな結構ニーズがありますので、まあまあ3ヶ月とは言わないですけどね、1年あればちゃんと組み立ててやれば、まあいけると思いますので、今日は数学の参考書ですね、問題集に絞って、丁寧に解説していきたいなと思います。では今回、まず概要把握のところからちょっと説明していきたいなと思うんですけれども、はいはい、今回概要把握で紹介したい教材、大きく2冊あります。はい、で、1つ目はこっちですね。もう皆さんおなじみかもしれないですけど、はい、数学入門問題成功。はい、と、もう1冊ですね。はじめから始める数学1っていうところで今回2冊を解説していきたいなと思います。はい、これが数学の概要把握用のテキストということですね。そうです。はい、まあ、特に数学がまあ苦手で、はい、でこれからまた予習でやっていきたいという子に関しては、うん、まずはこの講義系参考書がおすすめになります。はい、はい、おすすめになります。うん、どちらの教材もとてもいい教材ではあるんですけれども、うん、まあ、特にはじめから始めるっていう方ですね。はい、はじはじ。これはまあとにかく本当に基礎からもう数学が本当に苦手な子、うんが、まあ、これに最初に手を触れた方がいいかなっていうおすすめの教材です。はい。結構本当にこれ丁寧だなと思うのが、読み仮名とか振ってるんですよね、漢字に。まあまあ確かにそうですね。読み仮名振ってたりとか、あと展開とかも、どことどこを掛け算しなきゃいけないとかっていうのも、うん、まあ、本当に丁寧に解説しているので、数学が苦手だったりとか、中学校の数学で少しつまずいてるなっていう子も、うん、まあ始められる、手軽に始められる一冊じゃないかなというふうに思います。はい。あとこれすごいいいなと思うのが、数学1、と数学 A、2、B でそれぞれ1冊ずつあるので割と手軽にまず数学1からだったらこの1冊から始められます。はい、で対してまあ入門に関しては1と A が一緒になっているので、はい、まあ、基本的に数学 1A で1冊、2、B で1冊というような構成になってます。はい、数学が苦手でも、まあ、それなりに学校の定期テスト例えば平均点取れるよとか、うん、シンプルなのがすごいいいところなので、うん、この数学の教材に関しては割とまあ苦手だけれども、まあ、初めから始めるほどこんなに基礎からやらなくてもいいなとか、うん、こんだけまあ正直ちょっとくどいぐらいな、うん、講義の部分ではあるので、はい、まあ、そこまでではなくていいよっていうのはこっちの方がおすすめかなと。まあそうですね、教科書で勉強するとかの方が基本的には好きって人はこっちの方がいいです。まあ、講義を文字起こししてくれた分かりやすく説明してくれてるやつと、分かりやすくまとめてくれてるものっていう感じがしますので、基本的な問題の解法をまあ解説読んで理解して練習問題解くっていう本当にもう教科書っぽい書き方になってますので、まあ、好き嫌いは分かれるかなと思いますので、ぜひね、書店で両方見てもらって買ってもらうのがいいかなと思いますね。はい。続きまして、解放音機でございます。もうおなじみ。はい。チャート VS 基礎問題成功、はい。うちのチャンネルでも何度か取り扱っているようなテーマでございますが、まあおなじみこの2つですね。やっぱりこの2つって結構迷われる子多いと思うんですけれども、うん、まあ、もうざっくりですけれども、やっぱり時間がある子はチャート。まあそうですね。うん。やっぱり時間がないよ。特にこれから数学本当に受験勉強始めるよっていう子は基礎問が、うん、はい、おすすめです。はい。網羅性はもう圧倒的にチャートです。はい。もうこれ間違いないと思います。うん。うん、で、実際にもう問題数でしても、うん、基礎問の大体 2.5 倍ぐらいの問題がチャートだったら入ってるので、はい、まあ、多くの問題にも触れられるのも 1A ですし、はい、正直基礎問だと、網羅性でいくと、まあ、若干こう足りないなって思うところはやっぱりあります、はい、が、まあ、時間とのこう戦いだと思うので、うん、まあ、そういった時に本当に良問と言われる問題が揃ってるので、まあ、その大事な問題を、まあ、低労力で抑えていくってなるとこっちかなと思うので、はい、だいたいチャートがまあ本当に300強の問題で、1A だったら154台ありますので、はい、はい、まあ、十分力はつくし、解放暗記としても不足はないような教材です。はい、国公立の医学部に行きたいですとか、まあ、超難関大学の理系を目指しますって人はできたらチャートをやれるぐらいの時期から勉強始めてください、はい、まあ、やっぱ解放パターンがこっちの方が多いっていうことは、いざ入試問題がバッて出てきた時にどの解放を使ったらいいんだろうって引き出し増えるのはやっぱこっちなんで、二次試験の数学とか、まあ、私立やったら個別試験の数学でも高得点取らないといけないのならやっぱり解放多いに越したことはないので、はい、最近もうとりあえずこうっていう人多いんですけど、 YouTuber とか、うんうんうん、そういう人たち指導してるのはやっぱ普通の一般的な私立志望だったりとか国公立でも地方国公立の理系とかっていう人も多いので、やっぱやれるのはこっちの方がいいんで、青茶の方が、うんうん、ただ無理だからこれってだけなので、今のうちからチャートやらんでいいやみたいなには 1,2 年生の人は思わないでほしいと思いますね。で数3になって今から基礎やり直すってなるならもうこっちやってください、うんうんうん、
数3って言ったら今高3、はい、高3になってから基礎やり直したいなってなるやったらこっちじゃないともう入試問題に入るのが遅くなっちゃうと思うので、うん、っていう使い方を使い分けをしてください。青チャートで挫折しがちなのってあの、はい、コンパス4つ5つの問題を、まあ難しいですね、やるかやらないか問題あると思うんですけど、うん、僕個人としては、まあ、正直5つの問題は入試でそんなにこうマーチだったら出ないので、うん、はい、まずは1から3のところで一周ガーッとやって終わった後にコンパス4に触れるとかで、はい、まあ、青茶もそれなりに難しいですけど、はい、基礎的な問題からまず触れていくっていうのがおすすめです、はい、でそもそもの解法暗記なんですけど、これを使って問題解くわけなんで、それはもちろ ん、 なんかチャートに載ってるような問題がそのまま出ますって大学もありますよ、あるんですけど、うん、まあ、このチャンネル見てくださってて、まあ、頑張って、逆転合格したいなみたいな人たちってもうちょっとそれよりかはレベルの高いところを目指す人も多いと思うんですよ。マーチとかでもチャートがそのまま出るわけではないので、うんうんうん、なんで、マーチレベルやったらチャートからの過去問でいいみたいな話も出たりするんですけど、あれもその解法を使えるようになれば過去問解けるって話なんで、同じ問題が出るってわけではないんですよね。定期テストみたいに数値ちょっといじった問題が出るからチャートだけで OK ってことじゃなくて、チャートで解いた問題の発想とか計算の仕方とかこういったものを組み合わせて解けるレベルの問題が出ますってだけなんですよね。なんであくまで基礎問成功か青チャートで学んだ解き方考え方アプローチの仕方答えへの逆算の仕方を使えるようになろうと思って解かないと延々になりません。基礎問3週4週やっても基礎問の問題しか解けない人も中にはいます。そうなると詰むのでここの勘違いはしないでほしいなと思います。では問題演習の方ですね、はい、今回おすすめの教材を2冊持ってきました、はい、で1冊目は革新ですね、はい、理系数学入試の革新と文系数学入試の革新、はいはい、で正直レベル感も手頃ですし、はい、1ヶ月強で取り組める教材とは言われているので、まあ、こうチャートだったり基礎問やってある程度解法を覚えたなっていうので演習を積む教材でおすすめです、はい、で結構理系数学に関しては150台あって、うん、一応この本でも1日3台を50日やればまあちょうど終わるって言われてます、うん、はい、でまあ、これを1日6台やればまあ1ヶ月もかからないですし、はい、まあ、それはそのスケジュールに合わせて逆算して調整してもらえればいいかなと思います。はい、こちら100台ですね。で文系の方は割といいなと思うのが数列だったりベクトルだったりとか微積の、うん、結構文系の数学でありがちなこう入試問題が多く入ってるので、はい、文系数学入試ってなったら割とこの革新で最後調整するっていうのは大いにありです、はい、であともう一冊ちょっと紹介していくと文系の数学、はい、でこの文系の数学に関しては一応この赤と青2冊あって、はい、まあ、赤をやった後に青をやるっていうのがまあ鉄板のルートですけれども、はいはい、比較的まあチャートだったり基礎問でも解法も暗記して最後問題演習重ねたいよっていう子は、まあ、割と文系の数学の実践力向上編、はい、まあのみで十分かなというふうに、はい、思います。でこれはあの本番で合否を分ける90テーマの両問って書いてますけれども、うん、まあ、テーマ90入ってるので、うん、まあ、割と革新よりも問題数としてはちょっと少ないぐらいですね、うん、はい、これもまあ本当に問題入試によく出やすい問題の中入ってるので、まあ、それを中心に入試の直前は、まあ、これやって赤本に入るっていうのが最後演習量を積む意味ではいいのかなというふうに思います、はい、90台入ってて小末問題で110台で計200台ということでございますので、はい、まあ、両問とは何かっていうところだと思うんですけれども、この考え方とかこのでっかいの視点とかね、この計算力って問われるよねってことなので、これもやっぱり解けなかったから解説読んで理解して OK っていうわけじゃないんですね。やっぱり数学の問題集って、うんうん、まあ、何が足りなかったのか、こういうアプローチするんだとかこういう解き方するんだってのが一番学んでおくべきものなので、間違えた問題を解けるようにして何週もやるっていうことしかやらない受験生にはならないでください。これはやっぱり解法暗記もそうやし入試問題の演習の方でもそうだと思います。あ、でもう一冊ちょっとまあ今回プラスで紹介したいなと思うのが数学の両問問題集、はい、これも割と最近人気の教材で、はい、結構この教材と例えばその革新どうですかって結構違いとか聞かれたりもするんですけれども、はい、比較的この両問問題集は割とマーク系が多いです、うん、はい、で回答解説もしっかりしてますし、はい、それなりにあの問題数も厳選されているのでいいなと思ってます、はい、ただ比較的あのマークが多くてこれどっちにもあるんですけれども、うん、結構マーチってそれこそオールマークだったりとか、はい、オール記述だったりってそれこそ学校によって違ったりするじゃないですか、はい、割と自分の受けたい大学学部学科がマークが多いとかになってくると、はい、割と両問問題集も十分戦えますし、はい、割とまあオール記述ですってなってくると正直両問問題集よりは革新とかのも記述系の教材の方がいいのかなというふうに思います、はい、
ということで今回はですね、マーチに合格するための数学の問題集っていうのを、徹底解説しました。一挙紹介いたしました。今日紹介したやつをねちゃんとやりきってもらえればそれで過去問に入れば OK だと思いますので、変に手を出しすぎず、そして、完璧にするの意味を履き違えずですね、もうそのテキストだけ解けるようにするってわけじゃなくて応用を利かす視点で勉強した上でさっきのテキストでいけますよって話なので、マーチ理系を目指す人たちは頑張ってください。まだ、お茶の水校では5月にイベント2回やります。私の受験相談イベント2回予定しておりまして、1回目が5月の11日の土曜日でございます。2回目が5月26日の日曜日になっておりまして、ゴールデンウィーク明けて、なかなかね勉強どうなってるかわかんないと思いますけれども、4月1ヶ月やってなかなか伸びなかったなとか、もっと頑張らないといけないなとか、自分でできると思ってやっていったけどこのままだと結構やばいなっていうので相談来てくれる方も多いので、はい、私がですね、たくさんお茶の水校に来れるうちに皆さんご相談に来てください。京都行ったり名古屋行ったりになりそうなので、お、はい、はい、そうなんですよ、はい、なので今のうちに皆さんご相談に来ていただければなと思います。申し込み方法は概要欄にある専用のリンクからですね、 Google フォームありますので申し込んでいただければと思います。まあ、よくわからなければお茶の水校の公式 LINE に直接ご連絡いただいても大丈夫です。普段もね受験相談と、無料体験を実施しておりますので、まあ、私がいる時にわざわざ合わせなくても相談したいとか体験を受けたいって人はもう直接お茶の水校の、はい、公式 LINE にご連絡ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。